こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アマゾン輸出で儲けるコツ。儲かる商品選びで大切なこと。まあ、数打てば当たると。質より量。時間と金をかけずにどんどん仕入れて、出品して、儲かるか試すと、まあ。これがアマゾン輸出で商品を探す基本なんですけど、まあ、ちょっとオーストラリアアアマゾンの場合ね、えー、ちょっと日本とアメリカとはまた別な注意が必要だと。 というのがね、現時点ではあります。というのも、まあ、アマゾンは、この、この商品はどういう人が買ってるか、まあ、どんな特性があるかというのをね、まあ、キーワードとか購入者の思考から読み取って、まあ、これを買うであろう人に勧めるという、そのリコメンド機能というんですけど、それが非常に優れてます。ところが、驚いたことに、オーストラリアアアマゾンでは、そのリコメンド機能がまだ、掲載されてないと。 実施されてない、まあ、そうなると、この適当に数打ち当たるって言って、いくら載せてもね、当たんないカタログが多いと。売れるカタログに載せれば売れるのに、適当なカタログのおかげで売れないというね、商品方がかなりあります。そんなわけで、アメリカの時とはちょっと違ってね、まず、売れてるかどうかを事例をね、Amazon だとあんまりないんで、 eBay で調べる。あるいは Amazon でも Amazon.com で調べると。で、その時どんな商品がね、えー、オーストラリアでまあ売れる可能性が高いか、儲かる可能性が高いか、まあ、そこまで予測して、きちんとした売れそうなカタログがあったら出品すると。まあ、ただ、きちんとした売れそうなカタログの場合ね、実際問題売れてますから、現時点で売れてないということは、カタログに何らかの欠陥があるという場合が多いです。 そうすると適切なカタログを作るで。どうせ適切なカタログを作るならね、えー、アイドルされないような工夫をするというような形でね、まあ、ちょっとあの、考えるより売るが安しというかね、考えてから売らないと売れないという,いうようなね、えー、状態になってます。まあ、もちろんね、こうすりゃいいですというのは、えー、きっちりサポートしますしね、カタログ作りっ,たってそんなに、えー、大変なことじゃなくて、まあ、コツを覚えりゃどうってことない作業なんで、 何しろ、まあ、はじめに提案したね、えー、カタログあるもんまずバンバンアイヌりして売れるのを探しましょうという形だと、カタログの出来が悪いね、ね、えー、アマゾン、オーストラリアアマゾンのシステムの出来が悪いおかげで、えー、出来の悪いカタログだと売れないとね、ね、えー、売れる商品なのにカタログのせい、あるいはアマゾンのシステムのせいで売れないという商品がね、えー、結構見受けられますんで、まあ、そこをちょっとね、やっていく方針、修正しようと思います。 また商品に載せていくにあたって、あるいはこの商品を送りますというのはね、また逐一お気軽にご相談ください。なかなかね、思ったより面白い感じになってきて、まあこれはね、もう安直にアメリカの、アメリカと同じ調子とかね、オーストラリアは確かに高いねって言って適当に出してる人は、まあ、全然売れないし、儲からないと思います。 まあただきちんとした予測を立ててね、それ継承しながらやっていければ、えー、儲かりますんで、まあこれはね、えー、ライバルが増えなくていいなと。ね、システムは良くなった方がそら、えー、売りやすくはなるんですけど、むしろ売りやすくなるとね、安直なライバルが増えると。ね、安直なライバルが売れない、売れなくてダメだ、オーストラリアと。言ってね、撤退してくれればね、えー、より儲けやすくなるんで、まあ、これもシステムが、完成が遅いというのはマイナス、 に考えられますけど、見方を考えればね、そのシステムの不具合を補えるような出品方法を取れば、むしろ、えー、ライバルが増えなくていいんじゃないかというふうにね、捉えることもできますんで、まあ、そんなふうに前向きに考えて、えー、現時点で、現時点のシステムで儲ける方法という形でね、えー、工夫して出品して儲かる商品を探していきましょう。えー、ご質問とはお気軽にお待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。